ラジオカーは東松島市大和に移動してまいりました、はい、今ですねちゃんこ屋さんにお邪魔しております。はいはい、何もいただくために来たわけではないんですよご存知かと思いますけれども、はい、うん、東松島市大和にありますちゃんこ萩の井さん、こちらの大森社長は萩の井というしこ名の力士でいらしたということもありまして、まあ、ちゃんこをはじめとしまして、はい、今この時間もですね、お食事を楽しんでいる方たちが大勢いらっしゃるんですが、はいはいはい、社長に今お越しいただいております。こんにちは。あ、こんにちは。お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。こちらも随分被災されたんですよね。あ、そうですね、まあ、床上ですので、まあ、うちでやっぱり一番大きかったのは厨房機器がみんな行かれましたね。あら、ですからそれと、まあ、床上ですので、まあ、畳、絨毯みんな店取っ替えましたし、ある意味では私もやっぱり被災者ですよね。大変ですよ、飲食店ですからね。でもそこからまあ一月ほどですかしてお店は再開しまして、今はその避難所などにその飲食店の組合としてお弁当を作って届けるという、そちらの方にも今携わっていらして、ついさっきまで今までお弁当作りの方やってきたんですね。そうなんです。まあ2時半頃まで弁当作りやってました。すいません、お忙しいところ。でなぜ今日この社長にお話を伺っているかと言いますと、うん、はいはい、8月の20日土曜日にお祭りが開かれます、うん、ありがとう東松島元気フェスタというんですが、はい、この8月20日のお祭りの実行委員長を社長がされているということで、忙しいのにね。そうですねでもここは、まあ、数年ね私実行委員長やってますので、ただちょっと今までとはその時がね、今こういう時期ですのでちょっと大変ですね、うん、はい、で今年はねちょっと違うんです。というのは今年は大変な年です。で市とか、それからこれまで携わっていた商工会とかそういったところが今まで通りに実行委員会としてまたお手伝いをとして、なかなか参加できないということもありまして、実は実行委員長である社長が若者たちに声をかけた。そうですね、まあ、今回震災後ですね、その地域地域でやはりこういろんな、活動している若い連中がいっぱいいたんですよね。そういう方々とボランティアさんを通じて知り合ったんですよね。それで、まあ、こういうお祭りをやりたいんだという話をしましたらですね、いや自分もでは手伝わせてっていう若い人たちが、まあ、その若い連中がまたその友達を連れてくるっていう、そういう若い連中がいっぱい入ってきてくれたので、なんか今までにない、なんか俺素晴らしいお祭りになるんじゃないかなっていう期待はしております。はい、まあ、こういう言い方をするとなんですが、まあ、役員のね偉い人たちが実行委員会に名前を連ねるお祭りではなくって、本当に若い人たちが実行委員会に加わったことで、実はこの今年やるお祭りの趣旨のようなものが確信できた、若い主婦の方ですか、なんかズバリ言ってくれたことがもう社長ビーンときたって。そうなんです。その実行委員会の時にですね、まあ皆さんお手伝いしてって声かけした一人がですね、今回のその祭りの趣旨って何なのって言われたんですよね。祭りっていうのはみんなで集まってみんなで夜店を楽しんでみたいなのが祭りでいいのかなっていうふうに思ったんですけども、いやそうじゃなくして、私たちは避難している、今仮設に入っていると、避難している時にもまあいろんな方から炊き出しをいただいたりとか、それから物資を頂戴したりとか、いろんな全国から支援を受けたと、そういうおかげで今があると。その、まあ、渡辺さんという方がそういう方々に直接私たちはありがとうって言いたいと、そういうありがとうを言えるお祭りにできないですかっていうことを提案されたわけですよね。いやそれじゃあボランティアの方々も一緒に楽しめる、一緒に思い出作りをできるような、じゃあそういうお祭りにしようかということで現在に至ってるわけですよね。それが皆さんが
なんか理解してくれたみたいで、若い連中がボン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 入ってきてくれた。ですからなんか本当にこう今から楽しみなんですよね。ボランティアの人たちはどういう形、まあ、ご招待みたいな感じなんですか？そうですね。ですからあの、まあ、いろんなボランティアに来てくれた方に今声掛けしてるわけですよね。20日にこういうお祭りをやるので一緒に楽しみに来てくださいということで声掛けしてるんです。なんかくしくもというかこういう時だからこそ今年やるお祭りの意味が見えたような感じがしますけれど、あの若者を中心に花火も上げっぺしと、そうですね、すごい、まあ、ボランティアの方々がね、じゃあみんなにあの全国の方々にこういうお祭りなんだよと、手作りのお祭りなんだよ、まあ、被災された方々にね少しでも笑顔になってもらえるために花火を上げられないかなっていう話からですね、まあ、私たちネットで呼びかけて今、たくさんっていうわけじゃないんだけど徐々に少しずつその協賛が集まってます。11,111 発上げたいんですって。どうしても、11,111、はい、これをね、あの全国の皆さんから協賛募ってなんとかやりたいという若者たちの、そうですね、皆さんラジオ聞いてたら呼びかけてもらえませんか、方々で、はいはいはい、これに向かって今若い人たち頑張ってくれてる。そうですね、まあ、花火プロジェクトって、まあ、私たちはありがとう東松島元気フェスタのまたその中ですけども、また違う文化会で花火プロジェクトを作って今呼びかけてるんです。だからね、若い人たちがで俺たちこれやっからあれやっからってすごくこうモリモリっとやる気が出てきております。でお祭り盛り上げていただけるためにいくつかあの募集もしてます。募集もありまして、はい、飲食物販などの出店したい人、はい、もう出店も OK です。これも受け付けてます、はいはい、店は多い方いいもんね。そうですね、あとパフォーマンス、まあいろんな応募来てるんです。実際あのまあ、いろんな方々にね来ていただいて、いろんな方と触れ合っていただいて、まあ一緒に楽しめればいいかなということによって呼びかけてるんですけども、まだまだまだ余裕がございますので。それは何、歌ったり踊ったりとかそういうのですか？はい、もちろんそうです。はい、あそうだってよ、ロジャーさん、ね、いいね、まあ、一緒にダンスしましょうでもいいですし、ですからボランティアさんと地元の方々と一緒にこう楽しめる、そういったパフォーマンスを本来希望はしてますけどね。なるほどなるほど、はい、これはですね、ありがとう東松島元気フェスタの実行委員会の事務局で、受け付けております。一応電話番号言っておきます。0225-82-2088 0225-82-2088、なんか実行委員長楽しみじゃないですか、準備してる自分たちが。あ、そうですね、まあ、例年の祭りですと決まりきったもんですよね、うん、ですから、まあ、今回は、まあ、花火があって、うん、それから、まあ、いろんな方々のねボランティアの方々も、はい、たくさん来てくれますし、私のところにも届いてるだけでも本当にもう数百人の方々がもう来るようになってますしね。ですから、まあ、どんなお祭りになるのか今から本当楽しみです。明日も打ち合わせがあるんですけど、あ、そうですか、どうですか、まあ、若い人たちが参加してくれることによって東松島市、大和と成瀬と両方の人たちがもう入り乱れて頑張っているという、これもまた一つの大きな成果だったのかもしれません。なんか今回のお祭りを機にまた一つこう進むっていうか、そうですね、元気になるっていう、そんな感じがしますから、そうですね。じゃあ例年の祭りと違うわけですので、私は来年その先につながっていくお祭りになるんじゃないかなって気がしてますからね。見させていただきますよ、うん、ありがとうございます。ぜひ来てください。8月の20日土曜日です、はい、うん、商工会前の通りなどが会場となります。ぜひ皆さんおいで。これ日中からやってます？3時から始めます。午後3時から、はい、あ、いいですね。そして夜の花火までと、はい、そうです、はい、8時半まで、はい、晴れることを祈ってます。はい、ありがとうございます。社長も若い人たちに引っ張られて頑張ってください。そうです、どうでしょう、頑張らなきゃならないです、はい、成功を祈りしております。ありがとうございます、よろしくお願いします。ありがとうございました。